今回2000万の欠損が生じる。報告を繰り返したら、ちょっとかっこ悪いんですね。準備金はどういう時に減少しますかの話なんですけど、BKC 前の全員、無過失の第三者で。これ、詐術であって詐欺じゃないんです。賃借権には支配性がない。賃借権は債権です。所有者の権利を代わりに使っちゃえばいいと。主債務と保証人で契約してんだよね。債務は負わないが責任を負うです。著しく不十分っていうのが書いてあるんです。親族から勝手に請求できないんです。判断能力が不十分なんてみんなそうじゃないですか。設定と変更が全員の同意で、変更するのか特殊決議みたいな話にならないわけです。こんにちは、レックス交渉根本です。7月18日法改正ガイダンスをございます。私が担当するのは今までの改正内容です。ぜひ来てください。それではレックス交渉の森山です。私の方からは精神年齢の改正、これが2022年の4月から施行されます。これについてお話をしていきたいと思います。20歳から18歳になることによって何が影響があるんでしょうか。お楽しみに。皆さんこんにちは、レックス専任講師の海野です。7月18日改正法ガイダンスです。私が担当するのはこれからの改正です。余すところなくですね、皆さんにお伝えしますので、どうぞ交互期待してみてください。それでは